とりあえずボールの下にもうヘッドが潜ればとりあえずまあ出る、うん、出ればワンピンに寄せれる可能性が出てくるんで、うん、もうアドレスが決まればうまいこと決まればそれだけです、うん、おー、まあ、あとはできるだけ素晴らしい無意識に触れると寄るかなっていろいろ考えちゃうと出しときなさいよっていう感じなんですけどなんで難しいかちょっとここはもうあのクラブがボールの手前に入ってこないんですよ。なので潜る確率の方が少なくなる。潜っても砂を多く取ってるんで前に飛ばないです。なので、出ない可能性が出てくるって感じ。どうしようか。どうしようか。普通に行った。ちょっとまあさっきよりも急な角度で入れて打ちます。ここはやっぱ出ないですよね。強く打ったからね。前に出ましたね。でも、まあ、頑張るとすると結構やっぱ開きます。開いて、僕はボールの位置は結構左にして、あとはこっちの方にこう振り抜く。あとは僕右利きなので、そしたら右手が多少使うとなると、ここから。ボールにも届かないんですよ、なかなか。なのでちょっと左手リードやから右手はちょっと離してあげる感じで、おーおー、ちょっとアフリ気味なんで多分寄らないですけど、素晴らしい、はい、それぐらい難しいってことね、下がりはあんまりもう閉じないです。こういう状況ね。でも開きすぎると上がりすぎちゃうんで、もうスクエアぐらいですかね、僕の中で言うと。これなんだろう。これなんだろう。なんだろう。これよくわかんないライン。バンカーとして打ちたいですか。バンカーとして打ちたいです、はい、多分ここに当たってくると怖いんでスクエアになるべく打ってカットじゃなくてスクエア。くぐりましたね。難しかったね難しかったね